最後のセッションはサーバー各社が勢ぞろいホスティングの立場からのワードプレスへの貢献と協力というセッションです。このセッションはパネルディスカッション形式で行います。パネリストとして X サーバー株式会社の古江圭介さん、GMO ペバゴ株式会社の藤野康介さん、はい、ありがとうございます。桜インターネット株式会社の谷口元気さん、株式会社デジタルキューブの岡本渡さん、そしてモデレーターとして宮内隆之さんにお話しいただきます。はい、このパネルディスカッションでは各ホスティング会社での安全安定運用への工夫やオープンソースへの貢献といったホスティング各社のワードプレス関連の活動、ワードプレスのホスティング環境をより良くするために各社がお互いに協力関係を築きつつ現在取り組んでいることやこれから目指すものについてお話しいただきます。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。宮内と申します。まあ、早速ちょっと始めますね。ホスティングコミュニティというのはですね、1年半ほど前からですね、ワードプレスコミュニティはとしてちょっと取り組んでおりまして、だいたいやっとですね、皆さんの前で紹介できるような感じになってきたんで、どんなことをやってるのかとか、何をゴールにしてるのかで、あと、まあ、空気感ですね。仲いいんですよ、この人たち。共謀してるくせに。はい。で、まあ、そういう空気感とかをですね、皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。で、今日、話す内容は大体、まあ、こんな感じですね。はい。まあ、全体的にざっくり、まあ、リラックスした雰囲気でやりたいなと思っているのと、で、まあ、最後に時間があれば、皆さんからも、質問を、受け付けたいと思ってますので、よろしくお願いします。でまずはホスティングコミュニティとはなんですけど、覚えてらっしゃいますかね。2017年、去年のですね、初旬にですね、ちょっときついセキュリティホールを出したことがあるんですね、ワードプレスで。3.7、あ、いやいや、4.7.1。あ、これ間違えてるかな。7.2かな。かな、はい。で、その時にですね、すごくちょっと、おって思ったのはですね、まあ、報道では150万サイトが改ざんされた、まあ、そういう報道があったんですが、脆弱性っていうのはですね、実はインフラレイヤーがガサンと閉じることができたんです。要は脆弱性の情報が公表される前にですね、それをうまく共有できていればですね、ホスティング会社さん、各社と協力してですね、ワードプレスのアップデートを待つことなくですね、もう完全に防ぐことができたんですよね。で、実際にですね、ワードプレス本体を開発しているコアチームから実は事前にコンタクトがあったんです、公表前に。ところが、あの時点ではですね、各ホスティング会社さんにですね、スピーディーに連絡することができなかったんです。要は時間との戦いなんですよね、脆弱性というのは。だから、まあ、3日待ってとか4日待ってなんていうレベルではないんですよ。もうすぐにコンタクトを取りたいという時にですね、まあ、対応ができなかったんですよね。で、すごくちょっと個人的にショックを受けました。海外ではかなり防げたんです。でも日本国内ではほぼ、機能しなかった。それでですね、まあ、僕とですね、西川さんと2人でですね、ホスティング各社さんと訪問させていただいて、まあ、こういうことはやりたいと。要は脆弱性の情報をですね、公表される前に共有できるような、そういう体制を作りたいというふうにですね、まあ、コンタクトを取らせていただいて、スラックで今活動をしております。で、まあ、主な目的はですね、その後いろいろ進化してきておりまして、セキュリティ情報、まあ、脆弱性の情報を共有する。あと2番目にですね、これホストテストっていうものがあるんですが、これワードプレスがですね、開発チームが開発してコミットっていうのをするんですよね。で、そのコミットをしたときにですね、8000ケースぐらいのテストを自動的にやってるんですけど、それをですね、ホスティング各社さんの実際のインフラでやってしまおうと。で、これは似てるインフラでやるんではなくて、本当にそのインフラでやるんです。そうすることでですね、特定のホスティング会社さんでワードプレスアップデートした途端に大量にトラブルを起こすっていうことをですね、ほぼ完全に防ぐことができるんですよね。で、まあ、そういうことをやりたいと。で、あとベストプラクティス、要はコアチームが想定している、例えばこちら、
こちらがこう想定しているベストプラクティスとホスティング会社さん側のイメージがもしかしたら違うみたいなケースもあるんで、まあ、そういうものを共有していきたいと。であと最後にですね、まあいろいろちょっとこう会社に関係なく共有したい情報があるんです皆さんと。はい、もうあの PHP をアップデートしてとかですね。でそういうものをですね合同でこう情報を発信していきたいと。まあそういうことをですねあの今、やろうとしております。で現時点でですねあの参加が確定しているのはですね、以下に並んあこちらに並んでいる、これすみません忘れてないですね、大丈夫ですか？はい、あのこちらの企業様がですねあの先ほど紹介した全部の取り組みあれをやってくださるということでですね、今、スラックチームにも入っていただいております。で今日はちょっと前者ではないんですけど、はい、これだけの企業さんが参加してくれております。であとですねあのホスティング会社ではないんですが JP 関谷さんというワフベンダーさんで、あと JP サーボさんというのは、ゼゼック製の情報を届け出する窓口があるんですけど、そちらで、あとワードプレスコミュニティということでですね、あのそういうメンバーでやっております。で、まあここからちょっと各社さん自己紹介していただきましょうかね。堀江さんからいきましょうか。はい、ここからいきますね。この堀江さんはですねほんの30分ぐらい前にスライドを差し替えてくれとスライド あの提出期限は先週だった先週の時点で誰も出してなかったすいません、それは僕は悪いですね。はい、どうぞ。ありますか？はい、はい、では改めまして、エクサーバー堀江と申します。よろしくお願いします。はい、こちらになります。今私あのエクサーバー株式会社で、営業を担当しております。で、今回ですねあのワードベンチが終わりまして、あのワード、ごめんなさい、ワードプレスミートアップっていうのがスタートするんですけど、それは関西の方で今回あの共同オーガナイザーということで一緒に、運営側に入ることになりましたというところで一つ、ご紹介あのよろしくお願いします。あと、CS ビアバッシュ大阪というねあの CS の、こういったあのビアバッシュ形式のイベントも運営のしております。まあ、経歴としてはあの昔は ADSL の会社に、テクニカルサポートに行っていろんなところ行って ISP もやって、その後に、まあ、ちょうどその頃にワードプレスプラスバディプレスの地域 SNS サイトの運営とかもしていました。で、エクサは2015年1月からということでカスタマーサポートにずっといたんですけれども、この5月にあの営業課に移動したということになっております。まあ、エクサーバーってこんな会社ですということで、まあ、設立が2004年ということで今回15周年、おかげさまで迎えまして、はい、あの今あ、まあ、キャンペーンもさせてもらってるんですけれども、今大阪の会社です。もともとこれ京都の、京都から始まった会社なんですけれども、まあ、いろいろやってますよということです。で、サービスとしてはエクサーバーというサービスと、あと法人向けのエクサーバービジネスで、ワードプレス専用の WPX というサービスがまあ主力でしております。あと、まあ、シックスコアだとか X ドメインというドメイン取得サービスで、あとドライビーというあの、いわゆるオンラインストレージのサービスも提供しておりますというところで、まあ、企業理念なんですけども、あの最高を提供するという、昨年からですねこのスローガンを、一新しまして取り組んでいると。でその最高って何をやってんのっていうのが、まあ、これですね、X アクセラレーターというあのもう従来の10倍以上のアクセス性能になりますよということで、なんとかこのワールドキャンプ東京に間に合わせたということでリリースをしておりますので、ぜひ体験していただけたらなと思いまして、こういう PR も含めて自己紹介といたします。よろしくお願いします。改めまして、桜インターネットの、
私タイミチと申します。サプライインターネットですね、レンタルサーバーとか SSL、ドメイン販売とか CDN のサービス企画を担当しております。で、その他ですね、今年はワードキャンプ大阪とか小木島で登壇させていただいたりして、っていう機会をいただいております。で、まあ、サプライインターネットなんですけれども、レンタルサーバーは結構身近だと思うんですけれども、その他管理者権限があるサービスということで VPS とかクラウドのサービスを、運営させていただいております。で、ちょっとだけ PR させていただくとですね、さくらインターネットのさくらのレンタルサーバー最近のトピックスということで、まあ、去年の10月ぐらいなんですけれども無料 SSL 機能っていうのを追加しました。で、ですね、今年の7月か8月ぐらいに、うちで提供しているサブドメインの方の SSL 機能っていうのも追加されまして、さくらのレンタルサーバーに登録していただいているドメインであれば全部無料で SSL 機能っていうのが、お使いいただけるようになっていますで、今年の4月ですね、 PHP バージョン7のモジュールモードっていうのを提供開始を、しておりまして、スタンダードプランですね、月500円で使えるスタンダードプランでも、高速なモジュールモードっていうのが使えるようになっております。で、コントロールパネルの方が、5月にベータ版リリースをさせていただいて、一応今年中には、新しいデザインで正式版のリリースを予定しているという感じになっております。はい、皆さんよろしくお願いいたします。GMO ペパボという会社で、ロリポップレンタルサーバーとロリポップマネージドクラウドという2つのサービスの責任者をしています淵野と申します。私もともと会社入った時はホーム、リーガルの方のホームやってて、契約書とかあとは観光庁の担当とかをずっとやってたんですけども、2015年に福岡に移りまして、ホスティングサービスの、ディレクターをやって、去年の9月に、責任者という形で、やってるので、この中で多分一番新参者という形になっております。で、ペパボ自体はですね、ホスティングだけじゃなくて EC とか、あとはミンネっていうハンドメイドのサービスとかで結構水平的に事業を展開してるんですけども、今回はワードキャンプということでホスティングだけに絞るとロリポップレンタルサーバー、あとはヘテメルっていう、もうちょっと上位のサーバーのサービスでやってるのと、あとは最近、今年の4月にマネージドクラウドっていう、クラウド系のサービスを新しく出しております。で、ドメインでムーブドメインっていうサービスもやってますという感じです。で、ちょっとペパボのホスティング、去年の、1月にロリポップレンタルサーバーリブランディングやってまして、で僕がそこの、主担当だったんですけれども、ちょっといろいろロリポおじさんはどうしたとかそういう話をいただいた方が多くて祈りたい毎日を過ごしておりましたで、レンタルサーバー主なトピックとして今年大きい機能としてコンテンツキャッシュの機能をリリースしてまして、の特徴としてワードプレスに最適化された設定を持っている、動的コンテンツのキャッシュっていう機能を出していまして、これやっていただくと、レスポンスの改善っていうところがあって、一応24倍ということでやらせていただいております。でもちろん静的コンテンツのキャッシュっていうのもあるので、これ使っていただくと結構全然違うっていうのでぜひ試していただければなと思います。あとはマネージドクラウドっていう最近のサービスでやってます。で、ワードプレスの環境がだいたい 0.5 秒ぐらいで立ち上がるんですけど、ちょっと出たばっかりなんであんまり言えること少なくてですね、めちゃめちゃチューニングしてワードプレスの標準も、もともと結構、早いんですけど最近さらに速くなってます。あと新機能ですね、まだ出たばっかりなのでこの後どんどん出しますということで、ちょっと手短ではありますがペパボと、ロリポの紹介でした。ありがとうございました。あとですね、最後に岡本さんにちょっと自己紹介していただくんですが、岡本さんはですね、ワードプレスコミュニティの人としてですね、ホストテストって、ホストテストっていつも意味くんで、ディストリビューテッドユニットテストとか言ってるんですけど、そのユニットテストのですね、技術支援をということで入っていただいているんで、自己紹介に続けてですね、
そのテストのですね、詳細についてもちょっと紹介していただこうと思っています。ではよろしくお願いします。よし、ありがとうございます。何じゃこれ岡本と申します。株式会社デジタルキューブというところで働いてまして、大体このビームを持ってます。そうですね。昔はプラグインとか作ってたんですけど、最近あんまりプラグインは作ってないんです。一応デジタルキューブでもワードプレスの、AWS の上で動くワードプレスとかと網元っていうのを出してまして、マーケットプレイスから自分の AWS のカウントの上で動かす、もしくはデジタルキューブの方でマネージドでやらせていただいているものがあります。あともう一つシフターっていうのを作っているんですけど、これは、ワードプレスを性的なファイル変換して全部 S3 に置いて配信するためのシステムです。ワードプレス自体が記事を入稿するとかそういう時しか動いてないんで、もうなんか脆弱性があってもいじられないそう、サービスになってます。で、ポストテストについてさっき、先ほど宮内さんもお話しされてましたけれども、ホストテストっていうのは実際 の、 各社のサーバーでワードプレスの最新のソースを動かすためにでユニットテストを実行するためのシステムです。ワードプレスオリオルグの方に、こういったコミットごとにそのテストが各社でテストが動いたかどうか、ちゃんとパスしたかどうかっていうリストが出てます。ホスティング各社に実際のお客様に提供してもらってるサーバー、その上で、コアチームによって作られたユニットテスト、これを毎回コミットごとに動かしてもらっているという形になります。で、本当に皆さん使っているレンタルサーバーそのもので動いているので、似たような環境ではなく、そのもので動いているという形になります。で、今海外の企業がほとんどなんですけれども、日本からはうちの網元と、あと桜インターネットさんに参加してもらっています。で、ペパボさんも、エックスサーバーさん、来週から。もう、エックスさんもそうですけど、もう間もなくうちのペパボも、エックスさんももうすぐ入るので、もう、本当にでも、本当に来週とか、来週とか、それぐらいの、本当に、まあ、本当です。たまに全部落ちたりだとか、テストが失敗するときとかあるんですよ。で、うちのなんかサイトがまずサーバーがまずいのかなとか思って見に行くとみんな落ちてて安心するんですけれども、結局ワードプレス側のコアの方もこのテストが通ってからコミットされるんじゃなくて、通る前からもガンガン上がってくるんで、でこの時なんかも 4.98 が出る直前ぐらいだったかな、見にうちのが落ちててパーッと見に行ったらワードプレスドトールのトランジシアがみんな落ちてたんで、じゃあよかった。ホストテストの実行自体は、そんなに難しいものではなくて、トラビス CI もしくはサーバーのクローンでシェルスクリプトを3から6時間を実行するという形です。将来的にはワードプレスドットオルグの方から変更があったらプッシュして
各社で動かしてもらうようなことも考えているようですが、今はとりあえず定期的に実行してくれと言われています。でうちのデジタルキューブではコードスケーリングスケジュール実行で3時間6時間おきに動かして、まあ、結果をスラックに通知するみたいな形でやってます。でトラビスの場合は、ワードプレスのソースをトラビスでビルドしてからビルドされたワードプレスのソースを、実際のサーバーに送って、で実際のサーバーで PHP ユニットテストを実行するという形になります。あと、サーバーでクローンで動かす場合は、サーバー側でソースのビルドを行って、それから PHP ユニットテストを行う。で報告をドットオルグに報告するための処理を行わないのであれば、誰でもできますので、あれでしたら自分のお使いのサーバーでやってみてください。でサーバーでビルドする場合ですけども、これだけのパッケージが必要になります。PHP 5.6 以上で書き込みができる MySQL サーバーと、イメージマジックと GG、 あと Node.js、 WordPress のコアの中でグラントを使って JS で CSS を作っているので、Node.js とグラントが必要になります。いや実行はもうこれだけで、GitHub のリポジトリから PHP ユニットテストランナーを取ってきて .env ってファイルが入ってるんですけども、それを自分の環境に合わせて修正で、あとは、PHP Prepare PHP、 これ、Prepare PHP が実際に WordPress の最新のソースを取ってきて、でビルドを行うものになります。でリペア PHP を動かしてテスト PHP を動かす、これだけになります。リペア PHP ですね、まあ何か動かすと勝手に全部落としてきてビルドまでやってくれます。でテスト PHP を動かすと8000種類のテストを全部動かして、でテストの中で失敗したものがあるかないかなどを報告してくれます。で、テスト結果を送信する場合、ワードプレスオールに送信する場合ですけれども、今は PHP ユニットテストランナーの GitHub に履修で報告したいんだけどお願いするとできるようにしてくれます。コストテストについては以上です。ありがとうございます。このホストテストはですね、ちょっと最初聞いたときは実は夢みたいな話だと僕は本気で思いまして、これ最終的にはですね、新バージョンがリリースされるんですけど、ワードプレスと毎回その時にリリースチェックリストっていうのがあるんですね。これだけのチェックリストがバーッと並んでて、その各チェック項目が全部パスされてたら新バージョンをリリースしている。でその中にですね、このホストテストで全ホスティング会社がフリーになってないとリリースしたらダメだよと、そういうルールが、組み込まれる予定です。で今後ですね、 PHP のアップグレードとかいろいろあるもんですから、そういうのもですね含めてちょっとすごく安心して使ってもらえるよということでですね、ご理解いただけると。で次はですね、じゃあ僕からちょっと、もうここからはちょっとリラ気楽な感じでですね、ちょっと僕から、あらかじめ台本があるんですが、ちょっといろいろ各社さんに質問させていただきます。これホスティングコミュニティやるときにですね、実はかなり僕としては遠慮したんです。各ホスティング会社さんにですね、もうスラックチーム作りたい、入ってくれと
で結構強引にちょっとやりましょうと言ったもんですから、その乗っていただいたことでですね、まあ、どうなのかなっていうのがぶっちゃけありまして、ぜひですね お伺いしたいのがホスティングコミュニティで今期待していることっていうのをちょっと各社さんお聞かせていただけますか。はい、どなたからでも、はい、コミュニティに期待していることですか。はい、このホストコミュニティだ、ね、はい、いや、ワールドプレスってやっぱ各社ともやっぱシェアは非常に大きい、全く無視もできないし、やはり積極的に、使えるようにしていきたいっていった中で、双方向でコミュニケーションが取れるっていう可能性が出てきたっていうのは非常に大きいかなと思います。どうしても受け身になりがちだったので、そこについて、まずはホスティングとこの、コミュニティとのところで双方向でコミュニケーションが取れるっていうのは何よりも一番大きいか、大きくて、そこにやっぱ期待をしてしまう、期待して、期待通りに今進んでるかなっていうのはすごく思います。はい、どうですか。そうですね、今まで、ワードプレス使っているお客さんすごい多いんですけれども、一方的にワードプレスバージョン上がったわみたいな感じでずっと眺めてるだけだったのが、事前に出そうですとかそういう情報を、いただけたりとか、先ほどお話しされたセキュリティ系の情報をいただけたりっていうのは非常にありがたいと思っております。はい、そうですね、ロリポップも基本的には一番シェアの大きい CMS でユーザーさんも本当にたくさんいらっしゃるので、そこに対して、今もおっしゃっていた通り受け身じゃなくてワードプレスそのものに対して、コミットできたりとか、そのユーザーさんに対してただ環境を提供するだけじゃなくてワードプレスそのものの改善だったりとか、あとはその一緒になって盛り上がる関係、なんかやっと輪に入れてもらえたなみたいな感覚があるので、そういうセキュリティ面とか技術面だけじゃなくて、コミュニティそのものの盛り上げ役としても、ちょっと貢献できたらなっていうところは思ってます。ありがとうございます。おおむねなんか好評なようで安心しました。でじゃあ次の質問なんですけど、僕らがですね、海外のホスティング会社との方が僕自身はやり取りをすることが多いんですよね。で実はこういうコミュニティをやり始めた段階で、そうなんだっていうのがちょっといくつかあったんです。で例えばですね、海外のホスティング会社ってキャッシュ系のプラグインはブラックリストで使わないんです、はい、WP スーパーキャッシュとかなんとかキャッシュ。ところがですね、日本のホスティング会社はそうでもないみたいなんですね。で、あとバックアップ系も同じで、そういうわけでですね、バックアップとかパフォーマンスとかそういうのについてですね、各社微妙にですね、多分ポリシーと か考え方に違いがあると思うんですよ。その辺ちょっとですね、こういうのを使ってとかなんかいろいろ何でもいいんで、その辺に関してなんかちょっとユーザーさん向けにアドバイスみたいなのがあれば。そうですね、ロリポップの場合は、さっきスライドでもご紹介させていただいたんですけど、コンテンツキャッシュっていうのをキャッシュの機能を出してたりとかして、結構キャッシュそのものをかなり推奨していて、キャッシュしていただくと何がいいっていうのは、アクセスあるたびリクエストが来るたびに、基本的にこれまでってユーザーさん そのコンテンツがある領域がそのまま動いて、サーバーが動いて、でコンテンツ自動的に生成していくで返すみたいなことを全部やってたんですけど、それが何十万っていう人たちが動いているので、やっぱり負荷になったりとかするところもあったんですけど、コンテンツキャッシュ使っていただく、キャッシュサーバー使っていただくことで、そこユーザーさんの実際にデータがある領域にはアクセス、リクエスト来ないんで、キャッシュサーバーで返すようになるので、僕らとしても基本的にはキャッシュ使っていただいた方がレスポンスも上がるし、僕らのサーバーの負荷も上がらないので、その実際に使ってる人にはもちろんなんですけど、同じサーバーに入ってる他の人たちにとってもすごいメリットがあって、負荷が軽減されてすごい楽になる、楽で快適な環境になるっていうところがあるんで、もうなんか我々としてはキャッシュめちゃめちゃ使ってほしいっていうところが、スタンスとして今っていろいろさせていただいてるっていう感じです。コンテンツキャッシュと、プラグインの WP スーパーキャッシュとかそういうのって一緒に動かして何か不具合ありませんでしょうか。
今のところ不具合が出たっていう報告はなくて、基本的に併用していただいても全然問題ない認識ではいるんですけど、まあ、もし何かあれば、まあ、調整させていただくっていう感じですね。今のところ大丈夫です。ちなみに併用してもあんまりパフォーマンスできないか。そうですね、ここはもう結構サイトの構成とかによって結構変わってくるので、なんとも言えないところなんですけど、そこまで大きな差は出ない、併用したからといってそこまで大きな差は出ないかなっていうのが今のところ観測範囲での、そういう感じです。はい、でもいいですよ。はい、ですね、さくらのレンタルサーバーではオフィシャルにコントロールパネルでオンにできるキャッシュ機能とかっていうのは今提供していないので、おすすめするとしたら WP スーパーキャッシュとかキャッシュのプラグインは全然使っていただいて構わないという、スタンスです。で、まあ、実際パフォーマンスちょっと、まあ、自分の環境でテストしてみたら、まあ、10倍から20倍くらい の, アクセスをさばける数は増えているので、かなり効果はあるかなというふうに思っています。で、あとですね、さくらのレンタルサーバーバックアップ&ステージ機能っていうのがありまして、まあ、プラグインでバックアップ取られてもいいんですけれども、サーバーのコントロールパネル側でバックアップを取ったり、あと、何回かクリックするだけでステージングが自動にできたりみたいな機能もありますので、まあ、バックアップについてはできればサーバー側の機能を使っていただけたらありがたいなというふうな感じです。はい、はい、X サーバーの場合はもう先ほどね、スライドにバーンと10倍って出しましたけれども、サーバー側のキャッシュ機能提供を開始しております。で、当社の基本的な考え方とすると、もう単純にスピードアップするということであればサーバー側の機能を使ってくださいという話なんですけども、プラグイン、ね、先ほど WP スーパーキャッシュとかで出てきましたけどもと組み合わせてもらうと、確かにパフォーマンスは多分上がると思います。ただ、サーバー側のキャッシュをオンにした状態でさらにキャッシュプラグインを入れるとなった時には、多分ですね、パフォーマンステストとかで数値を出さないと、明確な差っていうのは見えないと思います。体感スピードはそれほど変わらないから、確かに速くなるけど、手間の割にはそれほど上がらないかなという印象はありますというところです。で、バックアップなんですけども、うちはもう自動で取ってますし、その取った分を提供しますっていうのをやってます。で、直近だとマイスケールのデータベースのバックアップについては7日過去7世代まではコントロールパネルでポンとやれば書き戻すっていうのはあります。で、ペパオさんめっちゃ言いそうなんで僕から言っておくと、オプションでやってるんですよね、バックアップに関して。そうですね、はい、やってはるので、決してないってことはないです。はい、バックアップに関してもそれぞれ三者三様のアプローチがあるというところになります。ナイスフォローですね。じゃあ次にですね、ユーザーさん向けにちょっとこれちょっとぜひお願いしたいっていうのがあると思うんですよ。ワードプレス、特にワードプレス運用する上で取った方がいいんですかね。まあちょっとお任せしますけど、なんかぜひそういうのがあればぜひお願いします。これはね、谷口さん実際に登壇して喋ってはるんで、もう、はい、声を大にし言ってもらったらと思います。すいません。ですね、多分この3社の総意だと思うんですけれども、まずワードプレスのコアをアップデートを必ずやりましょうか。やりましょう。はい。で、絶対です。約束です。約束です。さらにもっとやって気をつけていただきたいのがプラグインのバージョンアップ。はい、これもやってください。はい、やってください。っていうのが、まあ、2つ大きいお願いですかね。で、あとはPHP のお使いいただいているバージョンの話なんですけれども、まあやっぱりうちとかも PHP バージョン5番台を提供した時期が長いので、皆さん大体こう系を使われてるんですけれども、7系にするだけで 2,3 倍は速くなるんで、これを絶対PHP バージョン絶対絶対やってください。はい、ぐらいですかね。あとなんか和風とかどうですか。和風、あ、そうですね、和風はもう絶対に、今日 JP 関谷さんも来られてるんですけど、和風は絶対にオンでお願いします。結構たまにこう使えないものプラグインとかで出てきて、和風切っちゃうかなみたいなのを時々いらっしゃるんですけど、その後ちゃんと直したら戻してっていうところはありますね。あとはちょっとワードプレスそのものじゃないんですけど、多いと言わずで管理者が変わった時に
例えば企業のサイトさんとかで会社あの管理者が変わった時に全然引き継ぎがされてなくてあのログインできないんですけどみたいなお問い合わせがもう本当に毎日いただくのであのちゃんと管理者の引き継ぎは本当にちゃんとやるのとあと結構低価格のレンタルサーバーだとあるあるだと思うんですけど結構お試しでインストールワードプレスとりあえず何かやってみようと思ってお試しでインストールしてその後長期間放置するみたいなワードプレスめちゃめちゃ多くてですねこれ本当にちょっとテストでやっていただくのは全然ありなんですけどもう終わったらちゃんと消すとかアンインストールしとくっていうところはもう本当にお願いしておきたいなと思います。他一番やばいのはあれですね、あの簡単インストールでインストール途中で、はい、あ管理者を登録しないでそのまま止めちゃう、ああ簡単インストールのボタンだけ押すインストールボタンだけ押してそのままにしとくのは、ね、それを見つけられると好きなように書いてありますあの作ると出てきちゃうんですよちゃんとインストールの途中のインストーラーみたいなそこでもう好き勝手なワードプレスサイトを作られちゃうっていうのは実際にすごく多いです。はい、そんな感じ、そうですね、そんな感じですかね。これなんか他にあったりします？どうですか？あるかな。今話した内容の大半は、ワールキャンプ大阪で我々2人登壇してるんですよ。で、資料見てもらうと全部載ってますんでそれを見てもらえたらと思います。で、あと付け加えるのであれば PHP バージョンの切り替えってすごく簡単です。これ出てきてる3社ってコントロールパネルでパンパンって変えれるんで変えてもらったんですよ。で、多分痛そうなんでまた言うんですけども、ステージングのサービスさくらさんやってはって、そこでどうも PHP のバージョン変えれるんでさくらさんがより安心してできると。で、その他については一回変えてあかんと思ったらすぐ戻せるということなので一度PHP7 チャレンジをやってもらったらなと思います。はい、あのアップグレードといえばこれ多分僕だからこういう先にやっちゃうぞって宣言しちゃっていいと思うんで言っちゃうんですけど今年ですねワードキャンプヨーロッパっていうの行った時にポスティング会社さんが集まってですねブース立ててアップグレードブースみたいな、要はお客さんがですね自分のサイトをですねパソコン持ってこう座ってですね僕のサイトも古いんだけど今アップデートしてみたいなのを手伝ってあげるブースみたいなのをこうやってたんです。であれすごいいいなと思ったんですね。でほらワードキャンプなんてもう開発者もいるしホスティング会社もいるし真っ白になっちゃっても絶対誰か助けてくれるでそれをですねまあぜひやりたいということを言ってましてやってくれるんですよね次のワードキャンプで。もういくつはやります。はい、ありがとうございます。そこはそんなわけで、はい、じゃあ次にですねちょっとぜひちょっと興味があることというかですねなかなか皆さん自画自賛はしにくいと思うんで、あ、これちなみに時間がちょっとあと2分しかないんですけど僕は10分まで遅れてもいいと思ってるんですよ。ですね、他社さんのここがすごいっていうのをですねちょっとお互いにあるんじゃないですかね。ここが羨ましいとかこのサービスやばいな、そういうのをですねちょっとぜひですね褒め合っていただけると、はい、まず褒めてください。はい褒められたようにですね、いや常日頃から X サーバーさんは、すごいなと思ってます。僕が言えって私の感じになってるんですけど、やっぱりそのスピードへの追求みたいなところと、あとそのすごくスピードが速いんだぞっていうのがちゃんとお客さんに届いてるところっていうのは本当に見習わなきゃなと私は思ってまして、はい、いつもあと SSD 羨ましいなっていうところですね。あ、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。どうしましょうか、回していきましょう。そうですね、はい、そうですね、じゃあちょっとペパボの方からさくらさんをちょっと褒めとってさっき村で言われたんですけどさくらさんはですねすごくユーザーさんのコミュニティがしっかりしてるなっていうところがすごく羨ましいなと思っていて、さくらさんの、ユーザーさんが自主的にこうイベントを開かれたりとか鹿児島とか
そうですけど、あの本当になんかさくらさんはユーザーさん同士がすごく仲良くて、でかつその相互に教え合ってコミュニティガッチリしてるなっていうところがあって、結構そこはなんか真似しようともしても1日普通なんか超なんかそんな 数日とか数年とかでは全然真似できないやつを何十年もかけて10年くらいかけてやっぱりきっちり作られたんだなっていうところがあって、そこはなんかね、羨ましい、すごいなって、さすがさくらさんだなって思って見てます。ありがとうございます。さくらクラブ鹿児島とかでお付き合いさせていただいた会社から今うちで提供しているバックアップ&ステージング機能ってそちらの会社さんでやっていただいたりとか、なんかそういうつながりも生まれたり今してる感じです。はい、ありがとうございます。じゃあペパボさんね、いや別に順番あれしたわけじゃないですよ。いや、例えばイメージチェンジがうまくいってるなという、一昔前のロリポおじさん、いや僕もロリポおじさん大好きだったんですけど、いやそこからの、ブランドチェンジというかがすごくいってて、長期金ではやはりビジネス向けといいますか、本当に本格的に使うっていうのを選択肢にロリポップさんも入ってくるなというところはすごく、すごいなと同時に、めっちゃこうどう言ったんでしょう、怖いなと同時に、こうマネージャークラウドとかですねされてる部分っていうのはすごく勉強させてもらってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか具体的なサービス内容には一切触れずに微妙なところで褒め合っていただいて、なんかそこに、なんか競合してる感じが私も垣間見えましたね。細かいところを言い出すと多分この時間で絶対終わらない。終わらないです。2時間ぐらい多分終わりますね。はい、もうこっから先はこの後のちょっとアフターパーティーのところでなんかもう褒め合って、そうですね、おごってもらいたいな。褒め合って、はい。じゃあ最後にですね、ワードプレスまたはですね、コミュニティについて一言、もしくはちょっと僕のことを褒めてもらっていいんで、ぜひ。これ大丈夫なんですかね、なんか褒め合いを見るだけで。ワードプレスとか、なんでワードプレスとか本体とかコミュニティとかなんか感じたてることっていうんですかね、はい、本体のことだったらディスってもらってもいいです。僕のことはディスったら。でも本当にワードプレスとワードプレスコミュニティの盛り上がりが、ホスティング業界の盛り上がりにもなるなって本気で思ってまして、で、なのでこういう形ですごく応援させていただいたり貢献させていただいたりとか、一緒になって盛り上がりたいし、我々としても仲間に入れてよっていう気持ちで頑張るんで、仲間に入れてくださいっていう気持ちで今今日来てるので、なんか一緒に盛り上がっていきたいし、割とホスティング事業者もフレンドリーでラフな人たちばっかりなので、気軽になんかご相談いただければお手伝いできるところは本当にお手伝いさせていただくので、ぜひ気軽に声をかけていただければなと思ってます。はい、いやもうコミュニティ自体の盛り上がりがやっぱすごいなと、僕は直近ワードキャンプいろいろ行ってまして、今回のこの東京もすごいなと思ったんですけども、そこにいらっしゃるね実行委員長、実行委員長いらっしゃるんですけど、ワードキャンプ小木島なんかまさにそれのどう言ったでしょう、こうコミュニティの力っていうのを小木島では本当に見せつけられて、我々としても、それの私ですね、としてはそういったイベントにこう協賛という形で、支援ができるっていうのは本当にいいなって改めて思わされました。で、このワードキャンプ東京についてもやっぱ今年も、非常に多くの方来ていただいて、ブースも寄っていただいてっていう状況になってまして、我々としてもやっぱりこれからも継続的に、支援していきたいなと思えるイベントっていうところにすごく魅力を感じてますので、いろんな形でこれからも協力していきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、さっきもちょっとお話したんですけれども、今までホスティングコミュニティできる前って一方通行でワードプレス出たみたいなのをずっと繰り返してたんですけれども、なんか
こうコミュニティにこう入れていただいて、でまあ結構それまでワードキャンプへの協賛とかってあの別の部署でやってたりしたんですけれども、あの実際のサービスの担当のチームでここからあのまあブース対応とかさせていただけるようになって、であのまあすごいやっぱりお客様からの直のフィードバックっていうのがいただけたりとかっていうのはあのすごいあのいい機会をもらえてるなというふうに思ってますので、まああの引き続きあのまあお金の面でも、人の面でも、協力させていただいて、で、まあ、我々もいろいろ、なんていうんですかね、こうコミュニティからいただいているものってすごいたくさんあるので、いい関係を作れていけたらなというふうに思ってます。ありがとうございました。どうしましょうかね。質疑とか入れてみてください。まあ、この後の警戒の入れましょう。入れますよ。じゃあ質問がある人、ちょっと時間、ああどうもありがとうございます。あ、お話しいただきましたありがとうございます。あのこういったあのホスティング会社さん皆さん揃っているような機会ってなかなかないんで、あの非常に貴重なお話を伺いました。でちょっと質問させていただきたいんですけれども、あの私あのホスティングを選ぶときにサポート非常に重視しています。でその中でそのクライアントさん向けには基本的に国内のサーバー使ってるので、自社の場合は海外のホスティング事業者が使ってるんですね。でなんでかっていうと、ワードプレスの結構専門的なサポートをしてくれるサービスっていうのがホスティング会社さんそういうのがあって、まあ、ワードプレスそのもののことについて直接相談できたり、あとはまあ中にはですねソースコードもいじっちゃうような触って直してくれるようなサポートとかあるんですけれども、そういった方向性、まあ、非常にちょっとあの効率が悪くてなかなかビジネスに結びつかないと思うんですけど、そういった方向性のサポートっていかがですかね、ご意見としてあの検討できるものなのかどうなのかっていうのをお伺いしたいと思います。よろしいですか。はい、各社若干ポリシーが違うかもしれないですけども、基本的にお預かり、ですね、データをその置いているっていうのについては我々とするとお預かりしている貴重なデータという考え方なんですね。で、その人だったかどこかが、その格納されているデータっていうのは個人情報だっていう位置づけもされたことがあるんです。で、それでいくとですね、そのデータの中身を我々が触っていいのかっていう話にちょっと変わってしまって、さすがにソースコードを触るっていうところまではおいそれとなかなか難しいというところです。まあこれは逆を言えば、何かこうトラブルがあって我々だったらすぐパッと対処できるんだけれども、どうしようお客様に逆にお願いしないといけない部分っていうのにもつながってくるので、このもどかしさっていうのは実はあります。で、あと専門的なサポートっていうところは、これは会社の見解じゃないです。私の本当の個人的な見解なんですけども、ホスティングの性能がぐんと上がってます。で、この先なんですけれども、例えばこれ今3社前に出ています。どの管理者のポリシーが、お好きですか、選んでくださいというような状況にもうなってきてるんじゃないかなと思っています。最新の設備、最新の環境を提供しますって言ってるところと、まあ、ちょっと、レガシーで進むけれども、そんなに頻繁にアップデートはしないので安心して使ってねとか、バックアップ充実してますとか、いろんなコンセプトがあると思うんですけども、そのどれにマッチするかなっていうのを選んでもらうようなタイミングになってるんじゃないかなと思います。はい、すみません、答えになってますでしょうか。あ、大丈夫です、ありがとうございます。あ、補足ありますか。ロリポップの場合は基本的にデータ触れないっていうところは共通してるんですけれども、基本的にサポートを担当するメンバーの結構採用に任せてるところがあって、サポートする範囲もあまり明確にここまでバッチ、ここまではユーザーさんっていうところを明確に決めてないところがあって、分かる範囲であれば、まあ、全然サポートしてもいいっていうふうに、しているので、まあものによっては結構アドバイスさせていただくこともありますし、あとは最近ちょっと有料にはなるんですけれども、実際のエラー修正とかそういうところをちょっと有料で受け合わせていただくみたいなサービスもやっているので、まあ、そういったところで実際 そのお客さんのコンテンツ、まあ、双方合意のもとで触らせていただくみたいな取り組みもちょっとずつ始めているっていう感じですかね。
さくらのレンタルサーバーでも、まあ、基本的にお客様のデータは勝手にいらないっていうのはあるので、サポートが積極的に触ってるみたいなことはないんですけれども、まあ、ワードプレスの問い合わせ結構やっぱり多いので、基本スタンスとしてはお客様が入れてるものなのでそれ以上のサポートはできないですっていうスタンスなんですけれども、まあ、やっちゃってるところも多いかなとは思います。基本はクイックインストールできないっていうところまでなんですけど、まあ、いろいろトラブルがあった時にちょっとサポートしてるみたいなところはあるはありますね。はい。まあ総じて言いますと、サポートここまでっていう線引きは明確にしていない3社です。私もしてません。私はエグサボもやってないので、はい、そんな感じです。ありがとうございます。プラスアルファの料金伺ってもそういったサポートがあるのがありがたいなと思っていますので、はい、よろしくお願いします。はい、ここ2社は検討します。はい。というわけで、もう時間なんで、じゃあ、皆さん、懇親会もいらっしゃるんですね。います。はい、懇親会の間もいらっしゃるんで、ぜひですね、ユーザーの方とかはぜひ、捕まえて、質問なり案内していただければと思います。ありがとうございました。以上です。登壇者の皆さん、本当にありがとうございました。皆さん、もう一度、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。